赤レンガ庁舎の愛称で親しまれている北海道庁旧本庁舎です。誕生は明治21年1888年。新庁舎完成までの80年間にわたり北海道の政治の中枢として機能してきました。頭頂部の高さは33メートル。当時国内有数の大建築物でした。約250万個のレンガで形作られた外観、そして洋風建築の特徴である美しい三連アーチ、それら一つ一つに当時の息吹が感じられます。明治時代の建築物では国内でも珍しく、国から重要文化財の指定を受けた歴史ある建物です。また館内には北海道の歴史、観光を学べる展示室もあります。週末には観光客でにぎわう赤レンガ庁舎、北海道の歴史に触れてみるのはどうですか？